はい、皆さんこんにちは、亀の形です。はい、ブレン強い。はい、ゼブラから登場したブレンというね、先っぽの引き振動時にぶれないっていうね、はい、ペンなんですけど、それがね、非常にね、まあいろんな強さってね、基準があるもんですけど、はい、マーケティングが非常に強い。はい。ということでね、ちょっととある出来事があったんでね、それを本日はちょっと紹介したいなと思います。それでは、スタートします。はい。年末なんですけどね、とあるものがね、自分のとこに届きました。ちょっと住所とかのね、シールが貼ってあって、うまいこと剥がせなかったんで、ちょっとね、封筒を折った形にするんですけど、はい。こんな形のやつが届きました。はい、ちょっとね、ここの部分がね、ちょっとシールが貼ってあって、黒でバーって隠してある形なんで、まあ、ちょっとあれなんでね、ちょっと封筒をね、頭とね、下をちょっとこういうふうに折った形なんですけど、はい、封筒でね、このブレンアンバサダー、ね、運営事務局っていうところからね、封筒が来たんですよね。え、なんかしたっけって思ってね、自分すっかり忘れちゃってたんですけど、はい、ブレンアンバサダーっていうね、やつがありまして、はい、そのね、メルマガのところにね、はい、メルマガが届くようになってるんですよね。はい、150円、わずか150円のペンでありながらね、そのアンバサダーっていうのを設けてるんですよね、このブレンっていうものが。はい、それでね、そのアンバサダーに入ると、いろいろね、特典としてね、メルマガとかが来るようになってるんですよね。はい、で、何気なくね、そのメルマガを読んでると、はい、その中にですね、全員プレゼント企画みたいなのがありまして、全員プレゼントに何くれるのって思ったら、なんとね、ブレンのね、新しいやつの限定色をくれるっていう形なんですよね。はい、色はね、ちょっと選べなかったんですけど、はい、何が来るかな、何が来るかなって思いつつ、しばらく経ったんでね、はい、忘れちゃってたみたいなね、形なんですけど、はい、忘れた頃にね、はい、これがやってきた形なんですよね。はい、そんで中のところにね、何が入ってたかと言いますと、まあね、ペンが1本入ってたんですよね、ブレンが。あとはね、ソープ状が入ってたんですけど、それをちょっとね、表示したいなと思います。はい、これなんですよね。はい、ちょっとね、拡大してみましょうか、ライトつけて。はい。はい。まあ、送付状っていう形でね、はい。ブレンアンバサダーっていう形で、まあ、A4 の紙が入ってたんですけど、はい。まあね、この度はブレンアンバサダーの応募者全員プレゼントキャンペーンにまあ参加いただき、誠に、ありがとうございました。はい。本状と、まあ、同封にて商品をお送りさせていただきます。はい。限定色のブレンの写真と一緒にブレンアンバサダーとつけて、ぜひ SNS に投稿してくださいねっていう形で書いてあるんで、はい、まあね、これ動画ね、公開した後にね、はい、このハッシュタグをつけてね、ちょっと SNS の方ね、投稿したいなと思います。もう動画でもね、こうやってね、紹介してるいう形なんですけど、はい、そこでね、この景品の方が、まあ、ブレンの 0.5 の限定色1本。で、米箱なんですけど、はい、これなんですよね。軸の色はお選びいただけませんと、まあ、ご了承くださいという形で、はい、書いてあったんで、まあ、ランダムに自分のところに届いた形になります。はい、でね、さらに下にね、これブレンのね、最新ニュースということでね、はい、毎年行われている OKB お気に入りボールペン48選抜総選挙というイベントで、ブレンが現在1位の商品と、まあ、僅差でね、戦っておりますということなんですよね。はい、これね、まだ年明け前のね、時に届いた形になるんですけどね、はい、まあ、絶賛ね、この投票期間の時にね、バトってた時の、まあ、結構自分ね、終盤の時にこれ届きました。はい、なんですけどね、いや、嬉しかったですね、これ。はい。でね、まあ、投票の、この結果発表、まだなんですけど、まあ、2020年のね、1月頃をね、予定しておりますということです。まあ、どうなったんかな、自分もちょっと気になりますね。このブレンがどこまで1位のジェットストリームの牙城を崩せたのか、果たして、まあ、ジェットストリームがまた1位なのかいうのがちょっとね、わからないとこなんですけど、非常にね、ちょっとね、ジェットストリームサイドにとったら、ちょっとね、強敵が現れたかなっていう形になります。はい。でね、まあ、ブレンは2019年12月12日に発売1周年を迎えました。あ、おめでとうございますですね、これ。はい。で、累計本数が500万本突破。はい。ぜひ SNS 等で、まあ、ブレンアンバサダーとつけてお祝いのメッセージを発信いただけると嬉しいですっていう形でね。はい。SNS を、まあ、うまいことね、活用して、
くださいねみたいな形でね、はい、こういう形で最新のね、その情報発信ツールみたいなのをうまいこと使ったね、こういうキャンペーン、しかもね、ユーザーをね、アフターケアいう形でね、はい、ブレンアンバサダーいう形でね、あの大事にしてるこの姿勢、これは非常にね、マーケティングにおいて強いなってね、あの個人的に思いました。はい、でね、さて、じゃあ自分どんなペンが届いたのかとね、言いますとね、はい、こちらの色が届きました。じゃーん、はい、なんとですね、自分のね、カラーリングのイエローがね、なんと届いたんですよね。はい、これ非常に嬉しかったんですよ。はい、これね、色がね、確かね、あのサルファイエローっていうやつやったんですよね。はい、まあね、あのドクターストーンとかね、あの最近ちょっと話題になったね、あのアニメとかでもね、あのサルファ剤みたいな形でね、あの出てきたりもしてる、あのそのサルファーやと思うんですよね、これ。あの硫黄をちょっとね、彷彿とさせる色合いなんですよ、これがまた。はい、もうちょっとね、あのパキッとしたね、自分の今してる手袋みたいなね、色やとなおね、あの嬉しかったとこもね、あったりもするんですけど、はい、こういう形でね、黄色のペンも届いたしね、はい、あのブレーンを、ね、ユーザーとしてね、非常にあの個人的にあの満足度が高かったですということでね、自分もね、あのまあOKB48 をね、あのまあ何入れたかはちょっと内緒なんですけど、はい、あのまあブレーンもね、あのチェックを入れさせていただいた形となります。はい、ということでね、結構これね、書き味の方もいいです。まあ150円とは見えないこのデザイン、そしてこのね、書き味、まあ引き字の振動がね、ブレずにストレスフリーっていうね、はい、このコンセプトは非常に素晴らしかったなと思います。はい、ということでね、まあこのね、あのペン、あのぜひあのまあ店頭の方とかでね、見かけたらね、あのまあ気に入ったらね、あの支出とかもね、できるとこも多いと思うんで、まあぜひね、書いていただいて、まあその良さを実感していただけたらなと思います。はい、ということでね、まあこの動画が良かったと思う方はグッドボタンを、そんでチャンネル登録とか、まあいろいろね、動画の方紹介してるんで見ていただけると嬉しく思います。はい、ということで、あのゼブラさん、本当にこれありがとうございました。ということで以上になります。はい、じゃあ皆さんもあのブレンのことよろしくお願いします。ということでありがとうございました。バイバーイ。